2回目、3回目になる3回目ですね。毎回違う作品でとても楽しいですね。散歩がてらに天気も良ければ、非常にいいんじゃないかなと。子供たちも遊べる、まだ来たばっかりなんで、今から今度はゆっくり、体験していきたいなと。ありがとうございました。はい、すいません。はい、すいません。じゃあ2000円いただきます。ここにありがとうございます。10円ラストボタン、ラストボタン。あそこも元気に手を挙げてる。ボーダーも、はい、姉ちゃんの子、すいません、これください。はい、ご案内がね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。どこの窯元も結構似たようなものを作ってるって感じのは、多分販売業者がしっかりしてるっていうのは歴史にはあったんだと思うんですけども、こういう規定のものを作りましょうかっていうのは、笠間がそういうのがあんまりなかったみたいなので。でちょっとですね、他の卵よりもやっぱり米を食べているので白いというか、ぜひ好きな器を選んでいただいて、笠間市の美味しいお米をいただいていただければと思います。すごく難しかったんですけども、楽しかったです。まあ、相手がこう考えていることや思っていることっていうのを、まあ適切に捉えてこうお話ができるのような力につながっていくのかなと思いました。なかなか普段火祭りに行っても自分の目線でしか見ることができなかったんですけれども、お客さんがどのようなことを考えているかを意識しながら取材を行うことができました。私は笠間市に携わる仕事に就きたいと思っております。なので今日の笠間市のイベントを知ったことによって、より一層笠間の魅力をなんか PR できるような気がしてます。他のところって大体、まあ、益子だったら民芸だったり